はい、皆さんどうもこんにちは、田中明です。今日はですね、バックビート習得への道その2、前回の動画の続きですけれども、今日は浅いレスポンスと深いレスポンス、カッとパンとパン、そこの深さのお話をしたいと思います。この速いっていう感覚だと、このジャストに対して少し前にで、これをこういう時間的な考えではなくて、水たまりで小石が跳ねるような、こう川で鮎が跳ねる深いところは、ここはこうザトウクジラとかシロナガスクジラとかドッバーンって跳ねて、こんな水しぶきが上がるような落ちるんですね。浅い深い浅い深い、時間の感覚はもう全然そのテンポはインテンポキープ9,3 で、浅いのと深いの、深さをこっちを変えてみましょうか。1,2,3,4,1 だんだん爪を落とす、もっと深いところに落ちる。今度はだんだん浅くしてみる、もう浅さがないくらい、だんだん深くします。ヒューストン、ヒューストン、ヒューストン、ちょっと軽くします、浅くします。僕はまあ自分で気持ちいい場所は、落ちてればどこでも気持ちいいんですけど、スネアドラムを遅らせるで、遅らせた分取り戻さなきゃいけないので、そうするとまた早く戻るみたいな。これだとその戻る時の精度とかも求められるので、練習がなかなか大変ですね。ちょっとワクワクする感じで、これは面白いビートなんですけれども、でもそうではなく、今のはこっちは行って、でもう本当に浅い深い浅い深い浅い落ちる、まずは落ちる、でこのテンポだとこの辺だろうなみたいな落ちる場所があるんですね。で、あの小石をほいほいって投げて落ちる、ほいって投げて落ちる、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ツー、トゥトゥン、ワン、トゥトゥン、スリー、トゥトゥン、ワン、トゥトゥン、スリー、トゥトゥン、ワン、トゥトゥン、スリー、トゥトゥン、これがです。いかがでしたでしょうか。今日のお話はここまで。今日も最後までご清聴いただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。